立花の孝太郎は、日本の政治家、実業家。自由民主党所属の元衆議院議員。日本野球富山県連盟名誉会長。富山県高岡市出身。実業家で、民主党の参議院議員、衆議院議員を務めた、立花の直司の息子として生まれた。早稲田大学大学院小学研究科修士、家庭卒業後、富山県議会議員。 不思議会陸運送社長を務めた。その後旧富山2区より無所属で第38回総選挙に立候補し落選。続く第39回総選挙でも自由民主党の公認を得ながら落選。三度目の立候補となった第40回総選挙で初当選した。地元には地盤の強固な渡抜き民助がいたため、 小選挙区制に移行してからの富山3区からの立候補は叶わず、比例北陸新越ブロックへと転出して、第41回総選挙以降3回連続して、比例区からの単独立候補で上位当選したが、衆院に比例73歳定年制、比例連続2回規定という当時の自民党規定のため、第44回総選挙では、 自民党公認を得られずに、立候補を断念した。一降も、国政復帰への意欲は衰えず、第45回総選挙において、富山3区から立候補すべく、自民党公認を申請していたが、選挙区内での調整の中で長男で、高岡市長の立花の健一郎へ、自民党候補を一本化するために、立候補を断念した。2012年6月1日、 心不全のため、富山県高岡市の厚生連高岡病院で死去。78歳遺没。ありがとうございます。